はい、パーソナルトレーナーのユージです。今回はですね、アスリートもやっている体をひねるストレッチというのを紹介していきますね。なぜこれをやるかというと、体の柔軟性がなければ、体作りも思うようにうまくできないんですね。うまくフォームが取れないとか、硬いばかりに運動範囲が狭くなってしまう。そして、怪我をしてしまうということになってしまうと、筋肉がつかないということになってしまいますので、ですから体ね、柔軟性はあった方がいいです。硬いままでね、いるとね、いいことはないですね。で、その中で、今回はですね、アスリートもやってる結構最新のね、体をひねるストレッチというのを紹介していきますね。これですね、まず足なんですけども、こう足をちょっと正面に向いたら足を肩幅ぐらいに広げます。そしてこれを倒すんですね。倒すと、90度、股関節も90度の状態にします。ですか？この膝も90度、こっちの股関節90度、こっちの膝も90度で、足首はキュッと、これもまた90度に曲げた状態ですね。これちょっと角度を変えます。この状態、つまり90度の状態から、こちら側ですね、今膝を出している方向に体をひねってくる。で、両肘つきます。両肘ついたら、今この状態の今右膝が前に出てますけど、左手を前に伸ばしていく。左手を前に伸ばしていって、息を吐いていきます。息を吐くことによって、この背骨のあたり、胸骨のあたり、そして肋骨のあたりがねじって伸ばされる感じになっていきます。で、硬い人はこれ肩でうっと力入ってしまうんですが、息を吐いて、吐いた時に全力、力を抜いていく。息を吐いた時に腰、背中のあたり力を抜いていく。力を脱力することによって、ひねりを増していきます。これね、慣れない人はかなり痛いです。ねじってかつ伸ばすです。伸ばす。逆言ってみますか。今度は足をさっきこうですから逆に倒していく。逆に倒していって全てが90度ですね。その状態で出した前に出した膝の方に向かって両肘をついていく。その時に後ろ側の膝ですね、これが膝90度のままで床から離れないことを確認してください。床から絶対これ離れないです。それで、右手を伸ばしていって遠くに伸ばしながら体上半身のひねりねじりを作っていきますね。息を吐いて脱力して、息を吐いて脱力していきます。この時ね、力が抜けないとね、ぐっとこわばったままでなかなかね、ねじりが作れないので、息を吐いたときに胴体、上半身のところの力を抜けるようにしてください。これね、硬い人はこっちの肘に体重乗ってなくて逃げちゃうんです。逃げないで、ついてる肘の方に体重乗っけて、その中で手を伸ばしててくださいね。上から見たら体まっすぐになるように。これが股関節が曲がってるとあんまり効果がないですから、こうまっすぐです。まっすぐなままねじっていくという感じです。ストレッチというとね、こう伸ばしていくというものが多いですけれども、ねじっていく、ねじって伸ばすというようなストレッチになってきますね。こういう考え方が今アスリートの中でも新しい考え方なんですけれども、今のようなストレッチもぜひやってみると、トレーニングの時の体の動かし方がすごく楽になってきます。ぜひお試しください。パーソナルトレーナーのユージでした。